外回りお疲れ様ですわ。待たせていただいてましたわ。何か用か。おかしなことおっしゃいますわね。ご用があるのはそちらではなくて。またまた、そんなおとぼけ顔を。今日は私の誕生日でしょ。何かご用意しているのでは。なんですの、その今知ったよ顔は。まさかまさか、もう準備ですの。期待外れでしたわ。でもその手にある心揺さぶる包み紙はプレゼントじゃありませんこと。からかいましたわね。でも祝ってくださって感謝ですわ。